はい。今日は短めに行くと思います。2022年の10月の27日、えー、木曜日、雑談配信です。えー、声優の不倫がニュースだって言ってさ。お、昨日の音楽家の人のニュースはもういいのかって話でもあるんですけど。まあ、なんか、ラジオがあるらしいね。 その声優の人が10年ぐらいやってたラジオが突然終わりますとそれでまあその理由はいろいろあるんですけども不倫が原因らしいとそのラジオに関わってる構成作家の女の人があーそのパーソナリティの声優の人とこうできちゃってて不倫関係で10年続いたっつってだけど その、女の人がもう嫌だって言って、辞めるって、仕事、私仕事辞めますって言って、まあ、愛も終わったんだろうなと思うんですけど、まあ、そんなこんなで、その、なな僕も声優の名前が、桜井なんとかさんっていう人で、おそ松さんの声とか、あ,あとなんだっけ、鬼滅の刃の、 あの、なんとかさんっていう人の声とか、あ,あと何、何 <laughs> 有名、有名な声優の声をやってる。あ、ファイナルファンタジー7のクラウドの声もやってるっつってさ。まあ、人気キャラの美形キャラですね。多分、クールな役が多いんでありやしょう。あね。で、まあ、そんなこんなで。 その人はずっと自分が結婚してたことも世間にも黙ってたし、まあ公表する必要もねえだろうと思うんだけど、うん、もちろん不倫してた女の人にも黙ってたと。10年二股をかけてたっていうことでもあったらしいんですよね。でまあ、やらせておけないと。で今のご時世は、そういう、なんか、ね、その、トイレ。 他目的トイレでスケベをするような人はもう芸能界から追放するような、ああ、やつだから、ふさわしくないと。アニメで声を当ててるキャラが、この声優の人は、あなんだっけ、その、不倫をした人なんだなって思って、その声を聞いてしまうから、嫌だっていうファンの人の声とかね。なんかいろいろそんなのがあったらしいです。 アホ、アホくさって思ったんですけど。あの芸能やってる人で、ねそ、そんなんだったらエビ像どうなんだよって話だろ <laughs> エビ像なんかすごい女遊びが、ああ、すごいんだろうっていうふうになるし、そんなもんなんだろうと思うしさ。じゃあ、その、ほら、あの、ほら、僕もほら、好きな声優でメガネかけて、オッハーってやる人。 顔がすごいブサイクなんだけど、多芸でさ、頭チリチリの、山、や、山ちゃんですよ。おーはーの人とかさ。あとね、今テレビの露出が増えたジャイアンの声の人とかさ、木下なんとかなんだっけ木村なんとかさんか。おーはーっつってこ。この人だってさ、 あ,のあ、ごめんごめん。山ちゃんの話ね。山ちゃんだってなんか3回離婚して3回結婚してんでしょで、今20歳年下の人とおご結婚されてるみたいな感じもあるけど、あんなん離婚の原因なんて、あれだろう、浮気に決まってんだろって話であってさ、<laughs> あの、そ、それぐらいなんだろうな。まあ、タレントっていうぐらいで,ですから、才能を持った人が、こうね、その才能を生かしてお金を稼ぎ、 そ,そしてその才能に惚れてる人が一人じゃなく二人や三人いたっておかしくないじゃんっていう話でもあるわけで。うんまあでも今の世の中はね、なんかこう一羽のスズめのオースとメスはずっとこう仲良し死ぬまで暮らしましたっていうのが夢物語でみんな追っかけたい夢でもあるんだろうから、それ以外は全部キャッカーっていうこの世の中どうなんっていうのとか、 えー、別れて、もう一生の仕事場で仕事ができないっ,つっていう、この、あんまり前面にどど出てこない捨てられた女作家 A みたいな感じのポジションの人のさ、気持ちはわかるよ。だって、だってもう仲良くない人と一緒に仕事なんかしたくない。じゃあ、だから辞めます。で、それで、なんだ、でも、なんだ、かわいそうなポジションに行こうとしてるというか、ね、そあ君が辞めるのはそりゃ勝手だけどさ、っていうさ、<laughs> あの、 ね、共演者に目移りしちゃうようなメンタルの持ち主なんでしょとかあー、もうやっぱ思っちゃうわけでね,そのね。恋愛に傷ついたヒロインを気取りたくて一緒に仕事できませんって、それはそれでプロとしてどうなのっていう部分でもあったりはするし。あねこい、こいつのせいで仕事辞めたみたいな感じに振る舞ってんのもどうかなっていうのもそうだし、えー、別れるまで、 別れる寸前まで奥さんがいるなんて知らなかったっていう話もお前放送作家でその,あの頭の回らなさはどうなのっていうのもあるので、えー、やっぱそこに「そこに愛はあるんか?」っていう感じはあんたがったぞそこに「愛はあるんか?」ですようんなんかこれ,これにちょっとにぎわってましたねだからもうアイドルマスターの作曲の田中さんはもう忘れられるんだろうな あいうふうに思ったりも、それしれっと、しれっとしてるのが一番いいのかもしれないね。時々、卑怯者とか、裏切り者とか、スケベとか言われても、仕事がなくなるよりはあった方がいいわけですから。頼まれた仕事をやって、えー、YouTube ライブとかやめて、こう、ね、おとなしくして、えー、あの、みんな忘れちゃうんだからど、ど謝れっていう人は、こ声高々にずっと言い続けるんだろうけど。 そんな無視してればみんな忘れちゃうんだから。っていうことだろうなと思うんですけど。だから、この声優のニュースはちょっとした、これ幸いな感じだななんていうふうに思ったりした次第です。あと、その、まあこれ、これも、その、誰かの感想ではあるわけだけど、その、女の10年を奪ったこの声優は許せないと。 っていう,う、意見があるんだよね。25歳から35歳まで、この女の一番いい時というのを、この、ね、奪って責任も取らないこの男は何なんだっていう、そういう攻撃の仕方もあるわけですけど、今のご時世、あれだろう、う自由恋愛なわけで、えー、この、 この男を好きになって付き合っていずれ私のものになると信じたそのシンデレラな10年間っていうのは、あ,あのね、だからなんだろうね、結果主義、成果主義みたいなもんなんですかね。うん結果としてその女性の得になればその恋愛は無駄じゃなかった上になるんですけど。でもそんなんね、出会う男性出会う男性がそんなに素晴らしい。 えー、という、ね、くじ運の強い人でもないわけだしさ。あみ、みんながそんなく、くじ運のいい、えー、理想の男性を手に入れられるわけではないので。なんか、こ、この人だけかわいそうっていう風になってる感じが、どうなんだろうなって思ったりお話します。はい、なんすか。声優交代させろ言うのはにわか。キャラは、キャラなんだから。 こじつけるのはナンセンス。そうかもしれないね。だから、なんか事故で死んだとかでなければ、ね、続投っていうのでもいいんだろうね、と思うし。今は AI の声とかも、あ,あるから、もうそ、その役の人はもう新人の人とか使わないでね、代役とか立てないで、AI が続投するとかね。<laughs> あのも、持田香織の声になるマイク的なやつで、誰か他の声優にや、やってもらうとかね。あの <laughs> いろいろ方法はあるんじゃないかなと思います。だから、けしからんから、声優交代させろっていう声もあるだろうし、うん、仕事としてもこの人使ってると悪いイメージがつくから、じゃあ使わないようにしようっていうことか。今やってる、そのお仕事も継続で、 えー、やればやるほどそこに絶対悪口を言いに来る人がいるわけだから。僕のあの、吉野家がどんなにキャンペーンをしてても俺は食いに行かねえっつう。ね、だって吉野家は、あー、なんだっけ、えー、シャブ漬けにするつもりの人が働いてたところだから嫌だっつって。言ってんのと一緒ですからね。 あまあ、亡くなりはしないし、絶対そういう声を上げる人はいるだろうから、それをにわかとして切り捨てたとしても、その声はやまないわけですからね。やまないって言ったって、どうせ時間が経てば、みんな他の騒ぐことに、見つけたらそっちに行くんだろうし。だから、ちょ、ちょっと黙ってしれっとしてた方が、 多分みんな忘れるんだと思うっていう、その結論だったりはいたします。だから、なんだろうね。それで、この声優の人はあれだろう色気のある男性の。だから、この声優の声を聞いてさ、耳がはらむとか言う人とかがいるわけだったり、アニメが始まってこの声のキャラの BL 本を作る人たちがいたりとかするわけだよね。 みんながそういうわけじゃないっていうね。私はプラトニックがいいとか、いろんなのがあるだろうけど。だから、その、結局この声優っていうやつもさ、一人の役者とか、あアイドルとか、まあそういうアイコンとして芸能人として扱われてるんじゃなくて、その、都合のいいおもちゃ。なんかね、バイブレーター的な意味で、こう、愛されてるというか、 ね、自,自分に気持ちいいその声を持ってきてくれるうアイテムとしてしか見てないんじゃないかっていうふうなのもちょっと思ったんだよね。あの自分が望む声質の人をずっと追っかけ続けてれば幸せ。で、そのキャラクターが、ね、あのこ,この声優の声の人だったらいいっていう人は、あの自分が精神的に気持ちよくなるために、 この役者の芝居そのものがいいとか、ね、うん、ことではなくて、単純に声でいいんだったら別に機械が出したもんでも、変わりになるんじゃねえかな、なんていうのをちょっと思ったりもいたしました。だから、身勝手なんですよ。このファンというのはね。こうあってほしいとか、こういう事件は起こしてほしくなかったとかね。人間なんだし、そんなこともあるだろうよ。これも一つ愛だろうよ、というふうにも。 思ったりする。で、僕、どこまで話したんだっけああ、自由恋愛なわけですよ。みんな好きなことやって、別に、その、子供作んなきゃいけないとかさ、少子化だから子供何人作んなきゃいけないとかさ、何歳までに結婚しなければということをみんな思ってないし、そういうことに縛られたくないっつって、40超えるまで恋愛中毒みたいになってる男女がいっぱいいるんだろ結婚しないで。えー ね、ふらふらして責任を取らないというか、精子も劣化するし、卵子も劣化する中でさ、40超えてもまた恋愛恋愛なんつってたりとか、ああ、するような人がいる。で、その、一人より2人、2人より3人つって、7人の女性を日替わりでこう、相手をするというようなことをする人もいるっていうさ、バランスがそれでいいんだったらいいけど、そういう人はパイプカットをしてたりとかするとかさ、あ そんな中でさ、でもそれも全部自分の責任なわけですよ。その10年、ね、女の25歳から35歳までの10年を無駄にしたってうんじゃなくてさ、好き好んでそいつについてったのは、お前だろっていう話であるので。<laughs> でも私は、とかって言うんだったら、それはもう、なんだろうな、本当にただただ自己中心的に、あー自分の求める愛の形を、 相手に要求しすぎた人だよななんていうふうに思ったりとかして、えー、なんだろうな。僕は別におせっかいとかをするつもりもないし、でもこんなもんだろうななんていうふうには思ったりとかするんです。あー無駄な、無駄な何年かを過ごした。僕にだってやっぱあるよ。そういう無駄な人と付き合ったら、とかさ、いろいろ思い出したりすることはありますけど、もうでもそれもいつかは終わったことになるわけですよ。 幸せな結婚をしたって、その、幸せな生活を送ったとしてもさ、ね、子供ができないってこともあるだろうしさ、二人だけで暮らしていこうとしたら、奥さんが車にはねられるとか、病気になるとか、まあ逆の旦那さんのパターンもあったりとかね、えー、じゃあ練炭炊いて死のうか、みたいなことになったりすることもあればう、片方に先立たれて、あとは孤独に暮らしたり、もしくは、 もう先立たれた途端に違う恋愛短所を見つけてね、また新しい幸せを求めるという生き方ったそれを他人がどうこをう言うってことはやっぱ違うかななんていうふうに思ったりとかして、えー、なんかねーと思ったりとかするね。まあ、みんな何でも得したいとは思うし、彼女は一人より二人がいいって思ってたり、もしかしたら女の人だって、 彼氏は三人いた方がいいとかね、思ってる人とかもいるかもしれないしね。別に男だけに限らず、その、セックスフレンドは女性がいいとかね、女性同士の方がいいとかね、いう人もいる。ねい、いろんな多様性なわけですから、多様性と自己責任で全部済ませてしまえばいいわけで、これは、ギャーって騒ぐことでも、 ないのかななんて。でも、井戸端会議が好きな人たちはこの話題が好きだから、今日はこういう話題があ僕の目に入ってきたのかもしれないなぁと思って。で、僕の配信見に来る人なんか声優とか好きな人が多分多いんだろうから。じゃあ、ここで一発言ってやろうと、うん。幻想を追いかけるには他人にそのいい芝居を期待したりとか、うん しない方が多分、最終的にはこうやって裏切られるわけですから。あの,あのそ、それはやっぱりなんかね、その、この声優がなんか今、この文春法を食らってどうのこうのっつって、しかもそれはうや浮気だと。あーで、いろいろラジオをやめるとかっていうところに、こう、引っ掛けていろいろ思うことを話してる人がいるけれども、それはお前じゃないんだから、別に、 だから、鬼の首取ったよりなんか、こうだとか、やめろとか、言ってもしょうがねえんじゃねえのっていうのを総じて、僕はやはりバーカバーカと言いたいと <laughs>。そのような感じでありました。以上です。あとは特にないです。ちょっと待ってね。 あ,あ、ダメだうん。やっぱちょっと体の調子は今日はちょっと良くないかもしれない。じゃあ次の話題。愛が一番だなぁなんて思うんですけど、えー、これが目に留まりました。あの、小学 はい、すみません。あと10分で話は終わるから、もうちょっと持ってくれ、僕の体っで,ですね、えー。小学生絵師っていうのがあって、なんだ、小学生がすごい絵の上手い人でも生まれたのかなと思ったら、これ、小学生絵師に気をつけてって話。そこの手前に、自称小学生っていうのがつくらしい。あの、今はだから、その、 若ければ若いほど使ってくれる人がいるだろうとか、小学生だったらこういろいろ騙せるだろうという悪い大人を引っ掛けるためにですね、本当は小学生じゃないのに、二十歳超えてるかもしんないのに、うこうちょっとうまい風な絵,絵,絵で悪い大人を釣ろうとする人がいると。で、で気をつけろと <laughs> 言われてるらしい。 だから最初は僕も興味あって、僕がまるで悪い大人のようですけど、すいません。あの興味があってさ、小学生でどんだけ人に褒められる絵描くんだろうと思って、検索したんだけど、小学生絵師って打ち込んで。そしたらあんまりいい絵が出てこないんだよね。うん、まあ普通に、普通に中学高校生でこれだけ描ける人はいるよな、なんていうふうに思う感じの絵。 で、よくよく読んでったら、今そういうので詐欺みたいなものであるとか、こう連絡を取ってきた人とかに対して、こう、なんかお金をふっかけるみたいなことを、だから、なんだろうな、絵描き版、うあの、つもたぜみたいな、<laughs> そんなのが <laughs> 今あるんだって、へぇ、そんな世界もあるんだね、なんて思ったりとかしてさ、ちょっと面白かったって話です。ただ、 やっぱ、僕らが子供だった時はコンピューターもなかったし、画材なんていうものを、その、5歳とか6歳の頃からさ、まあ小学生上がってからでもいいよ。英才教育としてさ、あの、習わせるような人もそんないなかった。ピアノとかソロ版とか習わせる人はいたけど、絵画の世界になんつうのはさ、親がそういうさ、あの、絵の仕事をしてたりとかしないとさ、 画材がまず揃わないわけですよ。金持ちか、そういう仕事やってる人じゃないと、小さい頃から身の回りにその、プロが使う道具みたいなものは、昔はなかったわけで。だけど、今は、昔はさこ、この顔の人怖いですね。消しときますね。<laughs> 昔はだから、子供が使える画材2とくれよ、クレヨン。 色鉛筆。あとは、その、桜絵の具とかさ。この辺だろ小学校で渡される画材なんてこんなもんでさ。あとは、なんか、のりに絵の具混ぜて画用紙にベタベタ貼ってみましょうとか、そういう図工の時間みたいなものがあったりとかするぐらいで。うん 中学だって別に美術の時間はあったけど、専門コースでもないし、うまあ、美術部っていうのがあるけど、そこでも油絵ができるぐらいのものはなかったような気がするんだよね。で、高校に入って初めて本格的な美術が始められるとかさ、割とこの絵を描くっていうことに対しては、その藁話の裏にね、鉛筆とかボルペンで絵描くっていうものはあっただろうけど、 本格的な画材がないから、その5歳とかから始めるって言ったってさ、子供向けの絵の具ってなかなか少なかった。だけど、今、令和の今はさ、コンピューターがやってくれるから。このコンピューターはさ、その、フォトショップでもいいしさ、フォトショップでもいいし、えー クリップスタジオなんつうの、一個。ね、これがあってと1万円か2万円で買えるから、パソコンと、あと、まあでもタブレットが高いか。タブレットが5、6万するからね。それを買ってもらえる過程じゃないと、っていうのは、ちょっと限定はされるんだけど、でも昔に比べたらちょっとその、子供が絵を描きたい、本格的な絵を描きたいって言ってさ、キャンバスとかさ、油とかをさ、 だって油絵の具なんか子供部屋に置いたらさ、お母さんからしたらさ、部屋が汚くなるのは分かりきってるわけだから、買い渡れないと思うんだよね、やっぱね、えー。でもコンピューターだったら部屋は汚れないから、まあ、いけない検索とかをしがちになるとは思うんですけど、子供だったら。だけど、いや考えてみると、ああ、そうか。画材の進歩みたいなのがあんだなと思って。だから、 ある程度、あと今、プラス AI っていうものまで出てきたから、その、小学生絵師というのが本当にいてね、えー、すごい才能を持ってるって言っても、その才能の証明が実は手書きであるか AI であるかっていうのも、もうね、小学生だって使えるんだから AI なんてで。もしかしたら大人の発想より柔軟で、 AI をより、こう、調教しやすい言葉みたいなのを見つけるのは子供の方がもしかしたら早いかもしれん、なんていうふうにもやっぱ思ったりとかして、うーん、ちょっと今日初めて、その、小学生死というね、ワードを聞いた、ああ、そうか、って、改めてね、だから本当にコンピューターを使いこなしている小学生みたいなのはそんな多くないかもしれないんだけど、でも可能性としては、 昔よりチャンスと、あとは、その、目に留まる機会というのは、あ少なくともあるよな、なんていうふうに思って。で今は詐欺師が自称小学生つって、悪い大人からお金巻き上げようとしてこういうことやってるっていうニュースなんだけど、まあ近い将来本当に、なんだろうね、日本から 第二のピカソみたいなのが生まれたりとか、みんなが感心するような火力の高さの、でも実はそれは AI が書いていたっていう裏があるかもしれないような、あね、ほら、ほら、天才ドラマーとかさ、こう子供ですごい天才的にこうドラムを叩く女の子がいます、ね。ニュースで取り上げられますとか、あーダンサーですよね。 小学校で世界大会で優勝したのはこの子ですとか。あるわけですよ。天才プログラマーっうのもいるな。子供でね。だこのジャンルにおいてなぜじゃあ天才画家みたいな。天才小学生画家みたいなのが出ないのかっていう話でもあるので。でもそれは今までは、その、なんだろうな。 スケッチブックを買ってもらえないとかさ、いう家庭の方が多かった中で、今は、その、パソコン持ってなくても、小学生にスマホが与えられてさ、あもしくは学校で、ね、教材でタブレットが与えられたりとかして、で、そこにインストールできるわけだよね。スマホ用の絵描きソフトもそうだし。だから、うん、その、小学校の時から絵を描くのがすごい好きでっていう人でさ、 その他の同年代の子よりも観察力が高くて表現をするコツを早めに習得するという子が出てこないとは限らないよなぁと思って。だからちょっとね、今は偽物しかいない小学生絵師だけど、今後ちょっと本物が出てくると世界はちょっと面白くなるかなぁなんていうふうに思いました。いろんな意味でね。 なんか、そんな気がするね。というわけで、えー、今日の話はあ、少し希望を持って、僕の体の調子はだいぶ悪くて、今日マイクオフにしてるとき、上、上方ってやってたんだけどいや。まあまあ、明日まで生きれたらいいなとまた思いますけど。その時にはまた面白い話ができたらいいなと思います。えー、今日の話は以上です。ありがとうございました。 お疲れ様。